大地くんちとは、佐賀県唐津市大地町にある、熊野神社の秋祭りである。唐津藩主、小笠原家の大名行列を模したという、羽熊行列は、全国的にも非常に貴重な伝統芸能と言われる。毎年10月中旬に3日間開催され、金曜日は宵山、土曜日は羽熊行列、五神輿行列、幼稚行列、中山浮き立、山笠巡行、王の大国舞。 日曜日は子供ワグマ行列山笠巡業が行われる。2020年は10月16日から18日までの日程で開催する予定だったが2019新型コロナウイルスの感染防止のため中止すると発表した。中止は1988年年の昭和天皇の闘病で自粛して以来、例体最新時は10月17日関係者だけで行う。 土曜日に行われる、羽熊行列では、長さ約3.5メートル、重さ約20キログラム歩けやりを交代で持ち、次の人へ投げ渡しながら更新する。後には、地獄行列などが続き、高さ約7メートルある山笠が最後尾を進む。参加地区は、大地市街周辺の住民がほとんどである。幼稚行列では、大地エルアン幼稚園が参加するため、 大地市街周辺以外の地区からも参加する。以前は大地町のケーブルテレビであるアイアイテレビで放送されていたが、現在は唐津市のピップル放送で放送される。また、佐賀テレビでも放送されることがある。大地宿通り、ありがとうございます。